手でとか作るのはそれは機械よりもまあ今のところはさ機械でよりもまあええのはできるわね。感情もそれに感情やないけど、まあ機械よりもそれは温かみのあるものはできてるわね。大阪の堺で鍛冶屋をやっております。で今の5代目のサスケを継いでおります。で植木用のハサミで、それと包丁などを作っております。これは大正の終わり頃です。だからまあ80年ぐらいでこの建物は ね私は、父親とかも2階で一緒に寝てましたけどね。それね、なかなかね難しい質問やけど、まあ私はまあここで生まれたっていうのがまあ一番、まあここでまあ生まれたっていうのが一番ですね。でそれで若い時は20歳ぐらいとかの時はやっぱり他のこの仕事やなしに、他のこの仕事ってあんまりいい仕事やないと思って他の仕事を選んで、まあなんか医者になりたいとか思ってたんですね。だけどなかなか経済的な理由で父親は早く亡くなってるし、大学に行くこともできないから、まあもう自然と、まあ母親がうまいことを操縦してここになるようにしたんかも分かりませんけどね。これはハサミとか包丁に共通してのこと。まずは一番大事なのは、まあ、材質ですね。材質がまず第一で、まあ作り、あとはもう作り手の技術によって、同じ材質でも、まあ、うまいこと作るか作れへんかによって違い方ですから、まあ、作り手の技術ですね。それぐらいね、一番大事な、作る人の気持ちっていうのか、そのあれが全部出てくるから、それですね。やっぱり技術やろね。で技術がまあ一番ですわ。もう見かけだけやなしに。で技術がええのを作ろうとしたら自然に綺麗なものにできるんじゃないかなと。綺麗なものを作ろうとしてたらやっぱり道具ですからね、全然意味ない。まあ勝手にやないけど、まあ綺麗なものできたりもするやろうから、綺麗なものを作ろうとはしないですけど。それがどないな、残したいのは残したいけど、まあ悪いのを作って残るのも嫌やから、もうそれやったら最後は最後になって、あとまあやる人もしんどいと思うけどね、こうここまでや、もし同じのをしようとしたら、あとかわいそうかもわからん、あとの人が。ねえ、なかなかそういう、まあ、作りたいっていう人はなかなか、まあ、何名かは来たりするんでね、まあまあこれから時代変わってくるから、まあ、もうちょっと増えてくるとは思う、うん、だけど今は自分の作品をもっといいのを作っておけば、その魅力で また余計来るかもわからへんし、まあ、とにかく、まあ、人を募集するとかするよりも、作品をまず今自分で今できるのが一番。どれだけ目標は、あともう5年ぐらいしか作られへんかわからんけど、まあ、自分の作品をまず一番いいのを作っておくと。こういった撮影とか来て、いろんなとこへ紹介してくれてるから、それをまた見て、まあ、こんな仕事やりたいなとかいう人も増えて
来ると思うんでね、これがなかったら完全に消滅するやろうけども、いろんな人が頑張って紹介したりとかしてくれてるし、まあ私らもまあ考えつけへんねんけども、なんかこう、まあ、百貨店でも地方行ったかて、あのちょっとでも宣伝にっていうのやってますけどね、まあ、なんとかしようと思ってやっ、まあ、考えついてないけど、またいい考えできるかもそのうち分からないですが。